大谷翔平の指標がほぼカンスト状態に。カンスト頑張れ。今シーズンここまでの大谷の打撃指標、全部真っ赤っかやん。レベチすぎ。すごい。もはやゲームのチートキャラやん。バケモンやろ。やっぱ指標もバケモンやわ。自分の目を疑ったわ。これ下振れなのか。これを見ると無敵感で出てるなぁ。いつの間にか絶好調やん。ここまで調子を上げてくるとは。昨日あたり疲れが見えてたから今日の休みでリフレッシュは正解だと思う。ほんといろいろあったし、得点圏がいろいろ言われてるし自分も言ってるけど十分すぎる成績だからさ。 MLB に人間以外の選手出しちゃダメだって笑い。大谷翔平の真っ赤っかな指標の画面が粉砕しまくった相手投手の返り血とか言われてるの笑った。これでまだリハビリイヤーなんだよな。もう腕は大丈夫なんかな。移籍してすぐに結果を出すのもすごい。ニュースだけで見ると絶好調のように見えるけど実際はかなり苦戦しながら修正を重ねてきた感じがする。ここ1週間ぐらいに限って言えばほとんど毎日のようにマルチ安打や本塁打、そして盗塁などの活躍がすごかった。まだ肘の手術をしてから半年しか経っていないのに本当にすごいと思う。投球による疲労蓄積が今年はないことが打撃の好調の原因なんかな。やっぱり打者に集中してるからやろうか。ここまで活躍してるのに投手ってどんだけやねん。この状態での二刀流も見たかった。今年も大谷は打撃に集中すれば2冠王 MVP もあるかも。あとはワールドシリーズ優勝も叶えてほしい。こんな化け物みたいな打撃成績でピッチャーなんだよな。今は投げていないけどそのピッチャーをやらせればまたとんでもない成績を残すんだから、とても地球人とは思えない。大谷は絶好調やな。ストライクゾーンに投げたら全部打たれそう。ほんと毎日驚かされる。全盛期と言っても間違いじゃない気がする。一平ショックなんてどこへやら。5月に入って完全にエンジン全開。こういうのを見るともっとすごいことを期待してしまうんだよな。